ヘイスティングス級スループ、あるいはフォークストン級スループは、イギリス海軍及びインド海軍によって戦艦機に建造されたスループの艦級である。営5隻が建造され、第二次世界大戦に参加した。ヘイスティングス級は、ブリッジウォーター級に続くスループとして建造された。設計上の特徴として、第一次世界大戦における。 船団断声から得られた戦訓が反映されていることが挙げられる。同級は艦隊随伴型の総海底として偽装されているが、より多機能な艦艇として使用できるよう考慮されていた。高く船隊後半まで続く、船首楼によって荒れた海での行動性がタービン機関によって機動力が向上している。しかし、このタービン機関が大量建造に向いていないことが、 欠点と認識され、第二次大戦までにより量産に向いた設計の環級が登場することとなった。イギリス海軍向けの4隻と、王立インド海軍向け1隻の合計5隻が建造された。全艦が1930年に収益し、第二次大戦に従軍している。スカボローは海戦まで非武装の状態であったが、 海戦後4インチ広角砲と12ポンド砲、及び爆雷15発を装備した。なお爆雷搭載数は後に80発まで増、再された。戦時中ペンザンスが、ドイツ潜水艦 U-37 の雷撃で、失われた。残りのイギリス海軍所属艦は戦後退役し、全艦が1949年にスクラップとなった。インド植民地海軍のヒンドスタンは、 インド海軍の反乱に巻き込まれた後、パキスタンの独立に伴って、パキスタン海軍に移管され、カルサズと解明された。カルサズは1951年に解体された。ありがとうございます。